来たー。いやでも寿司ボーイズがいなくなったったらもう本当にいよいよ日本勢ゼロ。そうなんですよ。 X 戦応援しよう。パーティー。いやでも2連覇もしてほしい。ヤンビットナッツ、あーダメだ、もうどっちも応援したい。ゼウスコーチです。 X 戦勝ったら熱いな。やばいな、王者がいなくなるのはダークホースすぎるな。ただフランチの体力がだいぶない。体力が3です。これ練習やって削られたレドが残った体力3クロニクル。スパイクが落ちましたね。1対3。おお、ここは最後スキャリーシェリーフでクロニクルを抑えて後半1ラウンド目を取ったのは X 戦。寿司少年団がめっちゃ良かったよな。素晴らしいラウンドを見せました。マジであるマジである、ね、今までの試合マジであるぞこれ X 戦。しましたけれども、はい、DG3 はお休み。 X 戦帰ってきた。その強さドローンは増す余裕ない。見せる。どうだ、数値が上がった。抑えた。トレードを取って大きな4勝3人目。抑え切ってスパイクも落ちた。2対4。ただ A はスキャリが詰めてミッドクルーズが抑えた。来てるじゃん流れ。やっと応援してるチームが勝つかも。できています。そこを見るのは寿司ボーイズ。やっとかも。スパイクもしっかり相手を見ています。破壊されて、さあここで来るのがクルーズ。このポジションちゃんとスモーク使った。裏の足を聞こえてる。聞こえてる。クロニクルが抑えて2対3。ここでスクリーン。ただ中では寿司ボーイズが粘る。いやデモが落として、全体的に体力が削れてますが状況は変わりました。ただフォックスドローンで情報はない。スネークバイト2人いるのが分かったかもしれません。ショックボルト返していく。勝負する。クロニクル1対2。有利だと思った X 戦返したのはギャンビット。8歳だ。逃げますギャンビット。まあでもこういうとこですよね。こういうとこですか。はい、俺かこれ。しかし取れなかった。また俺か。最後持ちてますから。もう俺マジでなんでこんな応援素直に応援できないよ。大丈夫、こっから X 戦。いやラークのナッツ、さっきもこっからだった。そこから裏を取っていく。さあちょっとまたギャンビットに流れが傾いたか。ナッツ のナッツまだ見たいな。2オン4でしたっけ。はい、ナッツまだ見たいな。そこからしたね。ナッツまだ見て、このマップを落とす。正直このままストレートで勝っていくギャンビットかっこよすぎるな。正直そんな中で、ね、王者って感じ。自分の使い方分かったな。やめて。そうですね、なんか焦りが感じられてるとか、強気なスタイルは変わらないですよね。安全なプレイ、安全なプレイってこうシートスワーはね、なんで俺素直に応援したいだけなのに、なんでこんな言われんといけない。状況でいきますと、まあ5分。本気で心の底から応援してるだけなのに、まあ、全部負けてく俺が応援してるわ。そしてエコラウンドの X10 クリートとし始めたら負けてくなんなら。そうですね、はい、A を詰めるという話です。いやいやもう B にもよっ、ただこれ裏噛み合った場合ナッツが倒される可能性もあります。かなり高めにラインを上げています。抑えた寿司ボーイズ。後ろを見た瞬間だった。人数を割いていた。さあ、パーティーファン。ほらもうギャンビット応援した瞬間。後ろに下がってカバー取りやすいようにしましたね。正面来る。いやさすがに行こう。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 ただデモ、いいよパチ。3対2。よくクロニクル。正面クロス。デモ。わわ。これで位置がバレた。武器的にはちょっとデフォー有利だが時間稼げばいい。デフォー。ショコマド。よけたデルウィド。わあ。ヘッドショットワンパン。トリプルキル10対7。区内が当たりすぎ。心の中でめっちゃ応援してたのに今。アビリティで後ろに下げながら確実にワンピック取れていること。いや悔やむ必要はないと思いますよ今の。十分言わんようにしてたのに。若いミクロメンでのアビリティの使い方もうまいですね。それのせい。心もダメな。さらに今回クルーズのもちろん。なんでよ。早いですね今回は。今言わんかったのに。ネストにあえて入ってオールドローン浮かんできたところ、タイミングよく裏を取れていました。ギャンビットが攻めてくる。シーカーをもらっている。ショックボルト遅延だ。うまい。よく守り抜いている。よく守り抜いている。 X 戦とですねリグロースで回復しながら A サイドに入っていく。モルケロからいや間に合っている。落とされた。うわー。そしてレドが抜けるからの
切り返し。エグいっても。エクステンも悪くはなかった。ただギャンビットの展開が早すぎる。なんでこんな負け出した。泣きそうなんだけど。これは武器をセーブです。いきなりエグい。今まで普通だったじゃん。の位置をあのラウンドエグかったな、マジで。うん、4対2。これ A から寄ってきてるやつなんじゃないかっていうところ。2人見えましたもんね。やったからとか言ったんじゃないかなと。やったかはマジでよくない。やったかは俺以外もよくないわ。あれで死んだやつ見たことないもん。やったかで。夏がスペクターの距離でもあります、寿司ボーイズ。お見えた、あ撃ち破っちゃった。死ぬと思って。シェイドスがカバー。倒したと思って撃つのやめたか。ヌルコマンド。どこで気づいてない。銃下げメイド。なんでただホックスは果たす距離でのカバー。このラウンドいろいろありましたね、本当にいろいろありましたね。いろいろありましたよね。そのまま B に設置、そして今度で あれあ、ほう達人の駆け引きだ。達人なのほう。そしてほうでフォーほうほう、しかも勝ってる。マッチポイント。はいですね。ピークは打たない。でワンテンポで いざ勝負だとなったらデフォー後ろ逃げてる。すげえな。ああ最後のラウンドとなるのか。これ広く展開されるのを嫌いましたね。裏を取られている。さあもう一人映った。レドガーが取る。デフォーはオペを持っていません。A サイトに入っている。行くしかない X 戦。カバーのセットか。スモークで来ていく。さらにクロニクル。これは倒れない、倒れない。ギャビットを返した。2対3。ワンプレー。最後はクロニクルトリプルキル。いやグッドゲームですね。グッドゲーム。ステージ3の王者はやはりギャンビットは強かった。さすがの強さでしたね。特にそういったところを今まで応援してきたチームに謝って、と思いますが、なんでよ、ね、追わないっていうのがね、少人数特に少ないっていう。なんでよ、 BGM エクステンっていうとこで。いやでもね、これで敗退となりましたけど、 X は本当にこの、いやマジで強かった。こう全員が全員このスーパープレイを出せる力があって、お前のせいでパティファンのバロラントが終わったんだが、協調エグいって。辛い時はパーティファン、エンビー戦でもそうですけど、なんだかんだこうなんかね、俺の応援パーティファンが流れを変えてくれるような動き。悪魔の子、パーティファンはバロラントにいてほしい。ちょっと深くやったかと、俺やっと応援してるチーム勝つわ、やっと応援してるチームが勝つわと。やったかは本当に申し訳ない、本当にわかりませんけども、本当にあれは申し訳ない。タイトルにいましたし、ちょっと怪我もありましたし、やったかは良くないわ。どうなるのかっていうのは今後ぜひ皆さん選手をね応援していただければと思います。しかしこの BGM がね、やったか、はい、確定。なんかすごい、でも取られてもあのラウンドくらいだなとは思ってた、うん、やっぱり俺らでも勝つのは信じてたの。ラスボスなんだ。ラスボス感ありますね。ギャンビ、うん、王者感あります、ね、魔王感というか。ラスボスですね。 BGM やめて。まずはこのラスボスに挑んだ液晶さん、改めてですけど今、今別れの時、飛び立とう飛び立とう未来信じて。